技で回復し、え、ちょ、死んでないよね、ブリエル。死んだー、ちょっと死なないで。これすっごい、なんかのアニメで見たことある。フュージョン的な。うわ、ちょ、え、ちょっと待って待って待って、こんな凶悪な見た目になっていいの、あんな可愛い子たちが。では、続きからやっていきたいと思います。セーブをしました。セルターも使って、全回復。よし、準備万端ってところなんですけど、さっき気になるあの雪男みたいな、こう、スルーしてきちゃったんで、話しかけてみたいと思います。うん。山いいよね。海も好きだよ、ブリエル。え？それだけ？え？戦うとかそういうことじゃなかったの？いいんだな、これが。うん。ほんとこれだけなの？ちょっとなんか期待外れ。がっかり。がっかり。勝手にがっかりしちゃったんだけど。やった！なんかもらえる？やった！ありがとう！あ、もう、さすがにもうない。3回話しかけてみよう。あ、ダメだった。うん、この特製弁当謎だな。あの、料理長か、もしくはブリエルん家に帰った時にママンが持たせてくれたのかなっていう気もするんですけど、今度現代に戻った時にまたブリエルママンに話しかけてみよう。それで増えたら絶対ママンのお手製弁当だよね。そうなるとなかなか食べれないけどね。もったいないっていうかさ。あれ、でもなんかもっと戦ったりなんだり、激しいバトルが繰り広げられるのかな？あ、おっと、思ったんだけど、あ、これ何？戻るときどうすんだ？あ、なんか敵いっぱいいるじゃん。いやいや、でもここはスルーできるものなら、できた。何すんの？ちょっと。もう硬い敵はね、勘弁なのよね。お、ロボタックル。アイスタックル？いいね。やっぱこう、余計、られた、あ、ちょっと、また、これ、延々ヘンドレスなの？まさか。違うでしょ。あ、大丈夫だった。痛いな。ちょっともう、長すぎるから、スルーね、スルー。うん。あれ？タータじゃないよね。違う子供だよね。僕は風邪だと、ピューピューピュー。無邪気やね。うん。風邪になってる。ジョニーか？ジョニーのお子さんですか？ダメ？っていうか、この剣、あれでしょ？きっと。グラン、なんだったっけ？あ、グランドリオン。ドリアンじゃなかった。え？トリーニは来てないよ。うん、違う。え？早く山を降りた方がいいよ。注意してくれたのね。でもまあ、ダメか。これ、イエスしか、はいしか許されない選択肢やな。うん。おう。え？お兄ちゃんもいるの？うん。待て、グラン？リオン？あれ？なんか名前が、グラン・リオンって似てるね。グランド・リオン。ドはどこ行った？え？勇者としての名声？別に。欲しくないけど、剣は欲しいかも。うん。確かにね。ロボもそんな感じだったよね。ロボ作ったのに使い方が間違ってるとさ、いけないっていうか、まあ、ロボがいるから人間だけじゃないよ。ここにいるのは。ん？ああ、腕試し的なね。お子ちゃんと戦えと言うんですか？あ、ちょ、なんか、すごい見た目になった。あー、まずは、多分、魔法でいいのかな？あ、なんだっけ？アイスタックル？これ気になるよね。あら？なんか使えるかな？アイスタックル。あ、待て。そっか、これで連携ができる。アイスタックル。あー、全体攻撃じゃないの？これ。単体って書いてあるね。どんなもんですか？でもロボがこれで活かされるかな？強くない？
ちょ、今の見た605だって。強これはいいんでは、かなりいいんでは。よしよし、片方をまず多分減らすっていうか一人にした方がいいから。 X 切りやってるね、さっきから。カエルさんいないとできないのよね、それ。これ絶対使える。あ、オーラビームじゃない、アイスタックル。いいね。あれ、なんか混乱した今これ。混乱してるから使えなくなっちゃったんだ。もうちょっと待って、じゃあれ一回で治るのかなこれ。マールがやばいか、そうでもない。この黄色いのは、そうだ、指定できるキャラ。ちょっと待って、危な、ちょっと待って、技で回復し、え、ちょ、死んでないよね、ブリエル。死んだー、ちょっと、死なないで。待て待て待て、おかしいぞ。ちょっと、アテナの水。回復っていうか、HP 全然見てなかった。結構強いじゃん。なんか、子供だと思って。あとなんか、直せないのこれ。ちょ、待ってて、待ってて。オーラビームじゃなくて、あ、もうみんな帰、ちょっと待ってよ、危ない。ちょっと待って、これで死んだらあれなの。待ってよ待ってよ待ってよ、ミドルポーション使うわ、危ないわ。え、これちょっと買い、万能薬かもしかして。危ない、ちょ、万能薬で治る。ねえねえ、ちょっとでもこっちは待って、危ない危ない。何したの、何したかわからない。ちょ待って待って、治ったよね。あ、自然に治るんだ。お、倒せた。ちょっと、なに、アップリエル上がったね。で、マールも上がった。ああ、意外と、そうだ、あっさり終わった。よかった。うん。お、サイラス、そうなの、サイラス様。もうサマー呼びになってるけど。だって絶対イケメンだしね。どうするって、あれ、本気じゃなかったの今の。やめて、遊び、でも、ちょっと待って、遊ばれてても大変だったのに。勇気のグラント、なんかこれ健康食品的な、グラノーラ的な名前みたい。え、チェノリオン、へえ、そうなんだ。そうなんだっていうか、合体、ちょっと待って、これすっごい、なんかのアニメで見たことある。フュージョン的な。うわ、ちょっと待って待って待って、こんな凶悪な見た目になっていいの、あんな可愛い子たちが。ちょ待って待ちなさい。やば、なんか魔人ブーみたいになってない？ちょっと待って。これ止まってるよね。ブリエル、あの、リアル、なんて言って、タイムアタックみたいなのにしてないから。ちょっと落ち着こう。なんかやだやだ、死ぬ予感がする。いやいや、死なない。ま、そう、ちょっと、落ち着こう。一回回復しよう。気をつけないとこれ、また、ちょっと、初見のボスで死ぬ感じがする。ちょっと警戒モードだよ。一応魔法は効いてるよ。うん、どうなの？効いてる。で、今度二人で、アイスタックルだ。アイスタックル。で、技。サンダーだ。うわ、結構痛いなぁ。一撃で70か。これ強い？どう？あ、これはすごい効く。ただ回復要因かなぁ。二人、取られちゃうところが、まあ。ちょっと待ってね。竜巻エネルギーを貯めている？これなんか、かまいたちだよね。まだかな？ちょっと様子を見よう。ちょっと、ホール、アイスもしとこう。待て、回復しないとブリエルが死ぬ。かまいたちで止めるんじゃなかったっけ？ちょっと、かまいたちしてみよう。怖いから。待て、溜めてるのまだ。どうなの？待って、よし。あ、待って、なんかやる。ちょっと待って。あ、やった！真空の時に多分、かまいたちで防ぐ。これも強いしね。よかったー、聞いといてよかったー。これ知らなかったらさ、止められないよね、多分。死ぬとさ、お、はい、あの、まず、生き返してから回復するという、2回、あ、来た。2回ね、無駄にしちゃうから、動きを。わー、よかったー。よかったー。やっ
と初見で知らなくなってきたし、やっぱ情報収集大事なんだな、街でのね。うん。やっつけちゃった、ブリエル。あ、すごい。なんか余裕のセリフだね。いいな。ブリエルもそのセリフ、今度使わせてもらうわ。え？僕らを直してくれるかな？ちゃんと持ち主を見つけてくれるかな？ああ。勇者に渡せと。え、ちょっと待って、ブリエルが勇者ではないんですか？あ、光ってる。わあ、抜けたー。エクスカリバー抜けたぞー。わーい。ゼルダの剣みたいだわー。あの突き刺さってたやつ。ん？あ、ん？これ何？あ、剣。剣に見えなかった。この剣が伝説のグランドリオン。あー、折れてる形なんだ。うん。あ、ほら。なんだっけ、銀、白銀剣触れた、あの人に、職人さんに渡せば直してもらえるかな。うん、ありがとう、ラッキー。うん、ありがとう。ちょっと、ちゃんと直してくるよ。ここに戻ってくるのがちょっとわかんないけど。うん。この世界では直せない予感がするんだけど。さて、ちょっと待って。次どこ行けばいいんだろう。全然、待って、剣を手に入れたからなんだというのだね。ここら辺のマップとか行けばいいわけ。あれ？ダーターだよね、君。酔いつぶれてたカエルの親父が落としてった。カエルさんだな、もうこれは。うん。あ、そうなの？なんか、お父さんが、慌てていらっしゃるよ。うん。もう、ゴリゴリ。え、でも、あ、まあ、いいか。カエルさんにじゃあ返してあげよう。うん。まあまあ、勇者に憧れるのは、少年の特権だからね。いや、今は少女も憧れてもいいけど、多分。ん？結構難しい言葉知ってるね。鼻高々。うん。まあまあ。死んだカカアのためにも。うん。ちょっとそういう、なんだろう。お涙的なことをチラッと入れてくるね。ねえ、ちょっとさ、お化けガエル？どこに行くかわからないから、ちょっとここ気になるんで、ブリエルちょっと入ってみようかな。お？カエルがいる。うん。キュイーンって言ってるけど、お、丸まったいる。あぶね、危ない。これは避けていけるパターン。パティーンではないでしょうか。よしよし、ぶつからないで、スッスッとね。スッスッスッ。あれ？ここで終わり？なんかあるのかなと思ったんだけど。あれ？なんかざわざわしてるぞ。何ですか？話しかけてみた！あれ？話しかけてみたんだけど、下に入っちゃった。あ、でもびっくりした。え？誰かのお家？あ、カエルさん！カエルさん！久しぶり！めっちゃ嬉しい！うん。カエルさんに会いに来た。カエルさん。うん。たまたま入ったら、見っけた。うん。え？魔王にやっても足も出ない？なんでなんで？あ。持つ資格も俺にはない。どうしたの？しょんぼりしちゃって。ちょっと待って、行かないでよ。あ、なんかキラッとしてるから、これだけはもらっとくわ。なんだ？今、キラッとしたもん。あ！砕かれた剣、グランドリオンの一部です。ね。ね、古代の象形文字で。お、解読すごい！さすがロボ。最先端、守護？し、しっぽ。しゅ、なんで読むのあれ。
あ、逆さまです。ボッシュと記されているのです。うん、あー、ボッシュ、そうなんだ。っていうか本当にどういうこと、ここ中世だよね。あの人はじゃあ先祖様と同じ名前を付けられているのかな。グランドリオンを治せる者はこの世にいない。うん、まあ中世にはいないかもね。あ、もしかして、あ、そうなの、じゃあ直して持ってくれば一緒に、あ、まあ、なんか勝手にガチャガチャ開けてるけど、マジックスカーフありがとう。待って、情報を、整理すると、グランドリオンを直したらカエルさんに渡してで一緒に行こうよって誘えばいいのかな。そういうこと？カエルさん、そしたらブリエルと一緒に行ってくれるよね、きっと。マジックスカーフだって、あと取ってしまうなって感じなんだけど、マジックスカーフというからには多分そうだよね。うん、魔力プラス2、これをつけて、マールにつけて、多分今はもう一緒には行ってくれなさそうだよね。でもなんかこうピンチの時にはなんか駆けつけてくれそうな気もしてるけど、よし、シュッ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 、あー、ダメだった避けられると思ったのに。うんうんうん、勝利。じゃあ現代に戻ろっか。まずなんか素材的なもの手に入れたしと思ったけど、どっから戻るんだっけ。あそこの森までまさか戻るのか。もっと近道ないの。まあでもなさそうだからな、とりあえず戻ります。ほいっとな。現代のメディーナ村に戻ってきました。うん、で多分ボッシュのところに行けってことなんで、ボッシュの家に来ました。ボッシュさん、またわしのコレク、この剣は確かにグランドリオン。感激している。うん、そうそう、あなた、まさか本人じゃないよね。本人？先祖さんと同じ名前じゃないの？うん、違うけど、あの修理してほしいなと思って。うん、ドリストーン中原石。うん、ロボ、最先端ロボの、ロボの脳裏にも記憶されていないの。うん、金よりも値打ちがあった、赤く輝く石か。あ、はるか昔、つまりあの太古の時代に行くってことか。え、じゃあちょっと、ま、無理じゃろが、うん、ドリストーンが手に入れば修復してくれるんだ。はい、うん、一応ちらっと見るか。多分もう上がるものはないよね。ないね。おー、も、これはあの、太古の、ワイルドギャルのフラグが来たかな？あれ？どこから帰るんだっけ？あそこの家から帰ればいいんだっけな？村長の、村長じゃない。あそこのタンスから繋がってるはずだよね。ほんと人んちのタンスをこうタイム、なんていうの、タイムスリップの扉にするなって感じなんだけどうん、よし、じゃあそうだな、良き時間なので今回はここまでにしましょうか。一応おじいちゃんに話しかけてから終わろうかな。変わらないかな。あ、変わった、ドリストーン。うん、やっぱり太鼓フラグが出た。原始時代のフラグがやってきました。よし。では、今回はここまでにしましょうか。
というわけでカエルさんに再会できました。次回はまたまたブリエルの大好きキャラであるあのワイルドギャルの登場フラグが立ってるのでめっちゃワクワクです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。それではさよぶりブリブリ。